久保さん、与沢さんにしましょうか。なんかね、与沢さんね、2年間ぐらいやった、あのー、なんだ。うーん。あれですよ。サブスク。コミュニティ。やめるみたいですね。はい。メンバーシップか。はい。なんかよ、よ与ワさんもね、あの、40歳になるので、なんか40歳になる上でなんかいろいろ考えたいみたいな感じでね。にね、 やってたややつをやめるっていうねやめるんだっつって、ね。ああ、よしと <laughs>。やっぱやめてきますよね、いろいろとね。まあもちろんその、うん、変えるべきものと変えないべきもの、まあ人それぞれ人生は違うんで、僕はあの、続けるものは続けていくし、やめるものはやめるっていうね。 僕もね、メンバーシップやってるんですけど、これはね、続けていこうかなと思いますね。で、続けられるようにそもそも設計したっていうのはありますね。うん。与沢さんはね、やっぱ1万2000円もらっていて、なんだ、1、十5本、十五本と、ライブか。うん。僕、メンバーシップやってますけど、今2本やってるんですけど、これ続けられるように設計してるんですよね。で、390円のメンバーシップは、月に最低1回は、 ライブをやりますと。だから月に1回のライブなんですよ。で、そのライブもお酒飲みながらただそのライブするだけなんですね。で、それ月1回ですよと。で月1回だったらできるじゃないですか。で、あとはもう1個始めたのが R の部屋ってやつが、これ毎週1回そのコンテンツを更新ですね。で、音声コンテンツなんですけど、1週間に1回なんですよ。更新が。まあ毎週水曜日は。だから今日か。今日更新日なんですけど。 あの週に1回だけで更新すればいいんですよ。なできるんですよ。で、これが990円と390円で今2つあるんですけど、だそれはね、ずっと続けようと思ってで、ずっと続けるためように設計しましたね。続けられるためにはどうすればいいかな、みたいな。うん。だからまあ、負担もなくう、続けていく、そして、で サブスクみたいなね、うん。まあ、余沢さんはね、ぶっちゃけそのもう、何もやらなくてもまあまあ飯は食えると思うんですけど。ま <laughs> あなんかね、光る、なんだろう、なんか、またホワイトボードでね、なんかまあ、講義みたいなのやるかもしれないですね。なんかそんなこと言ってましたね。でもね、余沢さんの動画が一番回ってたやつって、昔、その、あれなんですよね。うーん、あの、 六本木のあの、あの、セミナールームでセミナーとかいろいろしてた動画がすげえ回ってたんですよ、昔。うん。そう。もうあれ多分ないでしょうけど消え消え、消えちゃったと思うんですけど。うん、だ昔のヨザさんのアカウントに多分アップロードされてたやつかな。うん。今後ね、与沢さんがホワイトボードでいろいろと解説するかもしれないですね。うん まあ、いろいろと有名人もやめてきますんであのその中でちょっとやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。<laughs>